はい、やってまいりましたスピチューブ。今回はですね、これです、エアソフトガンなんですが、今回はガスを使った一般的なガス銃、ガスガンと言いますね。今回ね、このサイレンサーですかね、一般的には消音目的で使われてるんですが、なんとね、今回さらに消音できる方法が分かったんで、やってみたいというか、まあ一般的にこれを普通に打ってサイレンサー使った場合と工作した場合の音のチェックなどをちょっとチェックしたいなと思っています。まずはじめに用意するものはクッションシートですね。で、カッターナイフ、ハサミをお願いします。まずはじめにスポンジを取り出します。取り出して、そして型を作ります。これね、2つ作ってください、円形の型を。はい、そしてですね、できました。はい、そしてね、右下のように、カッターナイフで穴を開けたり、十字のように、切ってください。で、はい、穴を開けます。まず最初にね、この穴の開いたものを一番奥に入れます。そして入り口にこの十字、バツ印のものを入れます。はい、これで完成です。はい、ここで一つ注意点です。サバゲーのフィールドでもそうですが、射撃施設では射撃以外の場合は必ずマガジンを抜いておく、そして絶対必ずゴーグルはつけておく。射撃の場合もそうですが、必ずゴーグルをつけておくということが大事です。皆さん守って遊んでください。まずはじめに何もつけない場合での射撃を行います。はい、サイレンサーをつけたことによって多少音が軽減されてます。では続いて例の技を使って音をさらに抑えたいと思います。はい、今回ね、実際カスタムサイレンサーを作って、それを使って実証してみたんですが、普通のサイレンサーはやっぱ空気の音とかガスの音とか内部機関の音が目立ちますね。カスタムサイレンサーはやはりね、空気の音が遮断されて内部機関だけの音でしたね。撮影したカメラの場所がすごい近かったんで、まあ音は多少あったと思うんですけど、遠くからだったらその内部の音とかは全然聞こえないと思うんで、かなりね、サイレント機能ってのは高いと思うんで、皆さんぜひやってみてください。はい、というわけで今回、YouTube 撮影させていただきました。ノーズアートさんでシューティングをさせてもらいました。というわけで、店長ありがとうございます。僕初めてだったんですけど、あんまり具があるってなってことは温泉の射的場感覚でいっぱいああそうだね。設備としてはペーパーターゲット、紙のターゲットからスチールチャレンジとかよくテレビがあったじゃん。はいはい。あれに的が出てくるんです。ゲームセンター感覚で遊べるもします。あ、なるほど。だからそちらは30分500円、それは30分300円。カースイが安いと月1回玉毛でお休みです。営業時間は夜12時から夜9時まで、日曜祭日が11時から夜7時。はい、というわけで皆さんもし興味ある方はぜひ野里患者さんにいらしてみてください。本当にね、丁寧に対応してくれると思うんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは引き続きスピチューブの方をよろしくお願いします。いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。